どうもこんにちは、今回はですねワンティグリスさんのロックシールド、こちらはですねテントではなくシェルターになってるんですが、こちらをですねご紹介していきたいなと思います。今日はねこれがあるんでタープを持ってきてません、車の中にはあるんですけど貼らないつもりなので、まずね開封してどんどん見ていってみましょう。まずねやりたいことはどんな風に入ってるのか覚えておくことじゃないでしょうか。早速これが分かんなくなりましたが、こう入ってて、これがポールですね。ポールが入ってて、次にこう広がる。どう折りたたんであったのかがね結構分からなくなるんですよね。こういうのはい分かった。こう畳めってことか。これがですねこう伸びるので、これが端っこのところこう伸びてますもんね。で反対側も同じようにこう、こういうことね。とりあえずはですね付属品を見ていこうと思うんですが、付属品はロープが10本入ってます。それとこのタイプのアルミのペグが12、14、ペグは14本入ってます。それと中にポールが2本通りますんで、こちらがですね、雨が入ってこないようにするための、ポールカバー、そしてポールが4本ということになってます。まず最初にポールから組んだ方がいいんでしょうね、きっと。いやしかし暑い。今回のテントはですね、シェルターなのでタープ泊に近いようなテントになってます。まあ、今はですね、まあ、やっぱ DD タープとかが人気なんだと思うんですけど、まあそういうのもいいけど、やっぱりテントに近いものが欲しいとか、あとですねフルクローズした時にちゃんとチャックが閉まってほしいというような方にはですね、こういったテントっていうのもまあいいのかなと。テントじゃないな、こういったシェルターっていうのもいいんじゃないかなと思います。これね今から組み立てるんですが、説明書がありません。説明書がないので、まあ多分こんな組み立て方だろうなというところでスタートしたいなと思います。まあなんとかなるでしょうきっと。さあどこを閉じればいいのか。これを見た感じね、こう伸びてますよね。こう伸びているのでここが端っこだと思うんですよね。ここから長方形になっていってここまでの長方形なんだと思います。こんな感じでね。なのでまずこの辺を止めたらいいんでしょうね。これか、これとこれを止めればなんとかなるんじゃないかな。とりあえず表と裏でそれを止めて、次にポールを通すという作業をやってみます。今回せっかくなんでね、付属してるペグでやってみましょう。入ればいいんだけどな、ちゃんと。あ、石がある。ダメだ。付属のペグをね使いたいところではあるんですが、今やってみたらね石があって入りませんでした。入らなかったので、いつも使ってるペグでいきます。さあそれで今度はね向こう側、今こっち側打ちましたんで反対側を打ってポールを立てるということなんだと思います。きっとこういうことだろう、きっとね。え、多分そうだね。
とりあえずこれが基本的なところで、フルクローズできる状態、フルクローズできる状態だとこんな感じです。今ねここの、ポールカバーもつけておきました。そしてここがねファスナーになってます。これでクローズするわけですけど、開けるとね、熱っ、蒸し風呂状態ですが、どうだろうな、コット置いてテーブルぐらいなら置けるかな。すっごく大きいわけではないですね。風があるね、いいね。風があるね、いいね。立つのはちょっと難しい。私は立ったりね。2人でコット2つはいけるけど、コットって多分これぐらいじゃん。これぐらいのコットが2つ、うん、2つ入っていっぱいぐらいかな。でこのファスナーなんですが、ちょっと面白い作りになってまして、ここを閉めるとこっちに閉まる。でここの中にねこんなのも入ってるんですが、これを閉めるとこっち側に閉まる。こうもできるしこうもできるしっていう、なるべく同じシェルターで広く過ごせるための工夫がされてるんだと思います。じゃあまあそういうことでですね、今度はここのペグを抜いてポールにしてみようと思います。広くなったじゃろ。入っていいですか。いいよ。めっちゃ広い。あ、僕ね、またもう一個お願いしていい、うん、向こうにね、棒があるけ、長い棒を持ってくる。めっちゃ行った。そうそう、ありがとう。これが今度はオープン状態だとこんな感じになります。だいぶ広くなったね。ちょっと低いかな。これはこのテントエアコンとかあったらいいのにね。そうじゃね、エアコンあったらそれはええけどよ。そんな贅沢なやつあったらいいのに。そうだな。うん。じゃあ今度はですね、チャックを上げてみます。父ちゃんのテントで座りたい。いいよ、座ってき座ってき。じゃあ椅子持ってきた。いいよ、よいしょ。エアコンあったらいいのに。ないけどな、ごめんね。今ですね、ここにチャックがあってこう展開しました。こう展開してこっち側を巻いたんですが、こちらにもですねループがついてますので、こちらの方にですね紐をつけたのであれば、今度はこちら側をね折りたたむこともできると思います。ただ端っこにね止めるところがないので、その辺はちょっと工夫次第かなという感じがしますが、とりあえずそういうことも可能になってます。この辺り一気に広くなるけ、ここにベッドコットを置いてここで過ごすとか、
ていうこともできそうな感じよね。うん、ただ夏は暑いな、やっぱ空気が通らんと。暑いね。秋とか冬にはね、いいんじゃないかなと思います。冬はまあ寒いだろうけど、まあその辺は頑張ってあと個人的に嬉しいのは、冬用のテントだと、スカートですよね。スカートがあるものを選ぶ方多いと思うんですけど、僕はですね、スカートがついたテントって使ったことがなくて、だいたいこういうふうに、ね、下が空いてるものばっかりです。下が空いてるので、空気が、ね、循環してくれる分、まあ、寒さはあるかもしれないけど、一酸化炭素中毒の心配とかもですね、少なくなるので、僕はこういうスカートがない方が好きです。さあ、それではですね、今度は何て言うんだろう、ループっていうのかな、ループとかがどんな感じでついてるかっていうのを見ていきたいなと思います。まずはこの前面ですね。前面に3つあるので、この真ん中はね、またポールを立てたりとかしてもいいのかなと思います。逆に下げたりとかですね、そういったこともできるんじゃないかなと思います。横に関してはここに一つか、この真ん中部分に一つ、向こう側も同じです。で、後ろ側は、両サイドとあと真ん中ですね、このサイドの部分とあとは、この部分真ん中、これをまあこう後ろにビッと本来は引っ張る形になると思います。ここにですね、ロープをかけて引っ張ることで、角度がつくので、中でもうちょっと過ごしやすくなると思います。だいぶちっちゃくなったと思う。はい、ということで今回はワンティグレスさんのロックシールド、こちらをご紹介してみました。値段もですね、そんなに高くはないので、結構買いやすいシェルターになってるんじゃないかなと思います。このスタイルはですね、どうしても人によって好き嫌いが分かれるとは思うんですが、僕が挑戦してみたかったスタイルでもあるので、これからですね、ソロキャンプに行くときは、これをなるべく使って動画を撮っていきたいなと思います。貼り方もですね、アレンジ次第で結構自由度が高いシェルターだと思いますので、自分の、ね、好きな貼り方を見つけてみるっていうのも面白いかもしれません。こちらの商品の URL は概要欄の方に貼っておきますので、よろしければぜひチェックしてみてください。それでは。